どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ジュースメロンポイズンマッシュトロール毒沼メロンジュースということですかね。で、説明文に初めて長いトロールコースです。いろんなトロール制作者の人参考。マルンてかお久しぶり、遊んでくれてありがとう。カラマカ夏猫、情報量が多い。参考って誰を参考にしたの？マルンの人？てかお久しぶりの人？遊んでくれてありがとうの人？カラマカ夏猫？何を参考にしたかわかんない。いやだってそうだよな、参考の後からいろんな文があるからどれを見ていいかわかんないのよ。マオリ字型教えてくれよ。全然関係ない、制作者さんにそれは聞け。で、コース名がメロンジュースっていうことから、メロンジュースも罠に引っかかってもどっちも美味しいということですね。どうも、意味わかんない系 YouTuber です。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.06%。 で、メロンで思い出したんだけど、スタバで新しいメロンフラペチーノが出てるんだよね。いや、あれ1回は飲んでほしいね。マジでめちゃめちゃうまいから、僕何度も飲みたいぐらい。あー開幕バブラー。いや、スタバはね、新作が出るたびに僕飲みに行ってるんだけど、あゲームに集中せ。まあ僕の月一の楽しみですね、スタバの新作っていうのは。ていうか、こっちの土管入れるんだね。上はなんか嫌な予感がする。こっちは何もないじゃねえか。ただ針があるだけと思いきや上に行けちゃいましたね。ニヤニヤしてんじゃねえよ。上は何もないの。3、4、5、6、7、8、9からの10、11、12、31にも行こうか。いや、31もさ、コナンコラボを出してて、それ食べてきたんだけど、めちゃめちゃうまかったのよ。ヨーグルトパチパチアイス。語彙力皆無。ヨーグルトパチパチアイスで伝わるかな、みんなに。31!ブルーベリーとヨーグルトとパチパチする飴が入ってるんですよ。31って言ったらさ、あのパチパチするやつが有名だったりするじゃん。あれ僕もめちゃめちゃ好きでね、そのコナンのやつも入ってて2回はリピートしましたね。ちょ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 、フロンティアスが来ら、いや来ないのね。でもリンクがいるってか、さっさ今かなら。下に砲台がいたから、その砲台がマスターソード出してくれるっていう感じなんじゃない。待っとってみようか。出してきてくれよ。え、あ、ちくわブロックか。あ、やっぱりちくわブロックだったね。さっきちくわブロックもあったの見えたんだよな。さあ、リンクを取ってこれませんでした。まだ間に合うかよ。っこっちは非属性耐性の装備つけてないんだからさ、勘弁してくれよ。24。そもそもよ、これはどっちに行けばいいんだっていう話だよな。ドッスンが出てきたから左の土管で合ってると思うんですよ。合ってないと思うんですよ。土管に入れてんじゃねえか。でもこんぐらい僕は簡単に抜けることができますよっと。で、このリンクを取ってドアに入る、これが正解だ。最高じゃないか。リンクを持ってくるな。いや、でもここでさ、爆弾で壊したら先に進めるんじゃない。いや、一旦右行こうか。右行ってこの場所で爆弾を出す。 でもこれどうしても当たっちゃうよな。え、どうしよう。いや、これやり直し聞く、もしかして。一旦帰るでしょ。で、ドアに戻る。そしたらなんか変わってないかな。優しい優しい。さあ行こうか。左の方は何、あんなバルちゃんの方なんて行きませんよ。上に行ったらどうなる。右のオンオフの怖いね。絶対下からブラバドが来るって。だからこっちが正解だ。ブブーじゃねえんだよ。ここ全部隠しブロックか。燃えろ雪見大福。これやり直しをさせてくれるってめちゃめちゃ優しくないか。あらあら、今日は僕簡単なコースを引いてしまいましたかね。こんなんじゃ全く苦しめることなんてできないよ。さあ中間ポイントもある。俺を食べるな。やるじゃない。みんな、スイッチの機能でホームボタンを2回押すとこういう風にズームされるんだよね。で、ここでもう1回ホームボタンを押すと固定される機能がついてんの。だから今日はこの状態でトロールコースやっていきたいと思います。見えない、マジで全然見えない。土管にも入れない。え、土管は、土管やっと入れた。で、ここで右出してよかったよな。どこだよそれ、どこ映してんだよ。カメラマン仕事せよ。ジュゲム呼んでこい、ジュゲム。で、これもう何が変わってるか分かんねえ。右か左かも分かんねえって。なんか左行ったら土管戻されたけど、ここは何にやられたんだよ。いや、すいませんね、こんなにふざけてマリオメーカーする実況者なかなかいないと思います。
やっぱり中間無事取れちゃったね。で、あ、さっきここ左行って土管に戻らされたとか、戻らされたって言ったらおかしいか。自分で戻ったんですけど。で、これさ、左のコインの方行ったら絶対にドッスンが来ると思うよ。だから左行った瞬間すぐ右。これでドッスンから避けれると思ったけど、ドッスンは意外と来ないね。でもキノコが来て、このキノコを取っちゃっていいんじゃないの？で、あのドアに行けばいいのかな。多分この辺は特に何もなさそう。ってことで、このドアに入っていきます。絶対このキノコいると思うよ。ほらほら、やっぱりメロンジュースだ。すぐ出に行こう。そしてキノコが出てきた。このキノコも取っていかなくちゃいけないんじゃないか。ナムさん、なら左から行ってみようか。で、今度は右。ほらそっちもいいんだな。これは卑怯じゃないか。こんなに隠しブロックを設置してくれちゃって。こんな大量の隠しブロックね、誰でも1回や2回引っかかってしまいますよ。制作者がそう来るなら僕も卑怯な手を使わせていただこうかしら。ポーズ法をしまくるというな。それで罠を回避しまくるという目論みですよ。今に見てろ、これはデカ状態のまま来てよかったのか。右下行けんくらいか。このスネークブロックは何をしてくる。やめてやめてやめてよ。何よこれ。生まれたてのドラえもんみたいな。じゃあここさ、隠しブロック。おい、ちょっと待ってって、これやり出し系か。やっほー、危ねえ、カバ発見かと思ったぜ。なんだお前、戻っても何かいるんだろ。分かってんだこのネクロボが。いや惜しいね、あそこで砲台が出てこなかったらギャバ発見できてたところなんだけどね。誰もそんな求めてないですよと。求めてるのはお前だけですよと。で、さっきから気になってたこのハテナブロック、何が入ってる。チュ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 、スズメの鳴き声、チュ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 、ネコの好きなのチュルルチュルルチュチュチュル、誰もが猫になりたいと思っていたんだ、そうだ今なる時だ、ニャン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 、もう続かないよね、言葉なんてない、何ここ。ここで知りたいっけ。しかもさ、めちゃめちゃ難しそうじゃない。なんだよこの風は。あ、でもツタがあるから簡単に逃げちゃうんですね。そして左に行った時に右で、ここはどうすればいいの。丸々に乗っちゃっての。オンオフ。あー、分かった分かった。これさ、あの丸々に乗ったらいけないんだ。乗らないで、あのブロックのところがあるじゃん、あの青のところ、そこの方に行かなくちゃいけないんだよ。よー、面白いじゃねえか。さあ、これオンオフ欲しいの。こっからだよな、どうなるか。うわ、難しそう。家見てよこれさ。やばいって。これミスったらまたさっきのところやり直しか。ただ私を舐めるんじゃありませんわよ。こっから行こうか、こっから。じゃあ、よしよしよし、やっほっほっ、うますぎ。で、ここで戻ったら何もないの。え、誰かやってくれよ。なんだよこの数字は。何、死に耐久でやられないのって初めてなんじゃない。ちょっと待って、口の中に髪の毛が入った。それ取っていいかな。取れねえ。全然取れねえけど、喋ったらわかるんだよな。4引く2は2ですよ。舐めてんのか、小学生の問題じゃねえか。だからこれは2。絶対違うと思う。ここで合ってる。まあこれはトロールコースだもんな。何か来ると思いますよ。なんだこれ、また死にたいけ。ここに何かあったのか。これ何、 4？どういうことだろうな。まあいいか、一旦ここに当たってやられるっていう感じなんだけど、これも連打じゃん。もうきちいってちょっとこれ本気出すわ。一旦左まで行ってちょっとスタートさせてもらうね。来た、もうこの状態まで来ればこっちのもんですよ。見てて。全然いや、今の違う、マジで手が滑っただけ。もう一回見てて。おりゃダメだ、いけー、よっ、よしよし、どこから行かれ。やった、死にたい遊園地をダメるな。ここでパンブロックが出てきたってことだよな。
あ、4たす2になるのか。だから6、もうそんな後出しなんかやめてくれって。さあドアに入っていきますよと。でここで6に行けばいいのか。で8んとこに行ったらまた今の連弾ところに連れて行かれるんだろうな。で次もなんかある。4たす2は、あ、6だよな、絶対合ってると思うよ。で6に行けばいいみたいな。あ、なになに。さっきもらったじゃんヒント。その通り来たんだけど、まあ何もなかったですね。でこの四角の枠はなんだ。あらー、これさ、どう考えても右違うよな。でも右に行ったらツタが出てくるとかあるかもしんねえもんな。右行ってみる、こっちが正解みたいな。でもないかい。なら上の中間ポイントをいただくだけさ。舐めるなよルメちゃん、可愛らしい名前をしてますけど。やっぱりやるよな。分かってんだよそんくらい。でこれ1個だけ動かそうか。1個動いて、うん、いいやいいや。でこれも1個だけ動かそうか。うわあ、よっほっほっ。僕の勝ちだねルメちゃん。さあゴールまで行こうか。うん、何これ、なんか見たことのないような背景してるね。ジャンプ、うん、ジャンプできないの。あ、地下ブロックがあるのね。もう出しすぎ出しすぎ生ゴミを。ちゃんとゴミ捨て所に行きなさい。でここで、あ、オプチャン。え、今日めっちゃ冴えてない。いやでもでかいでかい、一気にここまで来れたのはでかいね。じゃあここはジャンプしながら P ブロックができるのを待っておけ。はいはいはい。ていうかそもそも P スイッチの音が鳴り止んでくればよかっただけじゃね。まあ次からそうしようか。で隠しブロックがあった。でこれ上はなんか来るんじゃない。そっちかイモムシ。ゴールは近いはずだ、慎重に行く。このドクロリフトに乗ったら針の方に行かされる。だから乗った瞬間すぐにジャンプだ。バケバケバタカー。どうする、隠しブロックがあるってことは左を失敗でいいのかな。なんだこんだけで受かったのか。でこのレガ記録は怪しすぎる。一旦左のブロックを棚に置こうか。ボムちゃん、ということはこのレガ記録いらないと思いますよ。だからチビのまま行こうか。いや絶対合ってるって。この上はお棚ちゃんか、キノコ。なんか急にぬるくなってきてない？アラちゃんも出てくるの遅すぎ。でこのブロックを壊しいの、うん、壊れないのか。でもボムヘイちゃんどっちを開けてくれる。左だよね、そうだよねと。さあゴールだ。どこにゴールしてんだよ。でも今めっちゃ可愛かったね。ハートのマークじゃなかったここ、うん、ハートっぽいけどなんか違うような気もする。で、うわ右めっちゃアイテムあるじゃん。左か右か。え、なんて書いてる？チェックポイント1。どっちがよ、もうこんな2分の1じゃん。でも右の方が面白そうだからこっちに行ってみようか。いや、こんなにバネとさアイテムがあったらめちゃめちゃ楽しそうに見えるよな。さあ、デッキ壊して壊しての。で、こっちは何？いやー。え、本当にチェックポイント1。久しぶりに中間ポイントもろしを食らった気がするぜ。だがな、覚えておけ制作者、そんなの俺にとっちゃご褒美でしかないんだよ。じいじ、あれは誰がどう見てもゴールだ。いやーは、え、なんでゴールじゃないの。え、これ絶対ゴールだったよな、あの棒みたいなやつ。え、これじゃあどうすりゃいいの。あのブラパンやられてみようか。やったまさかのこんなところにゴールがあったのか。いや本当に最高に面白いコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。砲台で45マス飛び越えて、説明文に弾に乗って45マスを飛ぼう、隠しブロックはありませんって書いてるんですよ。これね、コースの全貌を見たら砲台が1個しかなかったんですよ。その砲台1つのパーツだけで45マスも飛べっていうコースなんだけど、いやそんなんできんのかな。45マスって言ったらかなりの距離があるよ。これもいくつか癖があるようなコースなんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.99%。 こういう何マス飛び越えてっていうの結構多いよね。例えば200マスみたいな。でもそういうのってヨッシーとかムササビとか利用していくんだけど、今回はこの砲台一つで45マスも飛び越えなきゃいけない。いやどうやってよ。とりあえずダッシュしていってみようか。乗る。でここも乗れ。まあ今みたいな感じでいくと思いますよ。左の方から走っていってみようか。こんくらいでどうかな。これで弾に乗ればいけるみたいな。遠くないですか。読めました。2個目に出す弾があるじゃん、それをギリギリまで引きつけてみる。このタイミングでどうかな。いやめっちゃいいタイミングなんじゃない。ほらほらほら。俺の弾どこやった。なるほどね、弾を引きつけすぎたら先の弾がいなくなるのか。じゃあ右の弾が画面外に行った瞬間右ダッシュ。これでどうかな。いやいいんじゃないいいんじゃない。頼む届け。いやー
なら弾が画面外に行って 0.1 秒後ぐらい。この辺でどうかな。いないよ。もうマジで分かんなくて、もう立ちぼうけするしかないのよ。え、どうしようこれ。ほんと分からんくない？だってさ、弾が消えた瞬間右って、いやこれいけるか。右の弾を消さずになるべく右にやりたいわけだよな。こっから右にちょっと画面をスクロールさせて乗るみたいだ。ちょっとそれでやってみようか。もうね、それ以外方法が分からんのよ。弾が消える前にダッシュ C のちょっとこれで画面スクロールしてくれるよな。で、乗れ！届け！よっしゃまさかこんな生き方があるとは思わなかったね。いやこれマジでナイスアイディアのコースだわ。どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。